皆さんこんばんは。オカルト研究部顧問の松田一大です。昨日50歳になりました。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。本日はハロウィンスペシャルと題しましてお送りします。こちらが部員の皆様でございます。それでは平形くん自己紹介。はい、皆さんこんばんは。世界は謎に満ちている。ディアステージオカルト研究部部長の平形ういです。部員ナンバー1番カナメリンです。部員番号02番桃瀬玲です。部員番号03番柏木椎名です。部員番号04番日の森芽吹です。はい、部員番号05番岡田あやめです。部員番号07番錦真凛です。では平形くん始めよう。はい、それではみんな巣のお導きを。そうめん。はい、ということで始まりました。皆さんどうもこんにちは。こんにちは。ひながたくん、はい、久々のおかげんだ。いやー、ほんとですね。早速何か早速なぜいつも鳴るんだ、おかげんの時は。おかげんの時だけですよ、こうやって鳴らないです、鳴らないですよ。もうびっくりしましたけども、やっていきましょう。はい、はい、ね、前回の皆さんいますね、今日は。そうですね、全員が揃いました。全員がね、揃って、はい、前回の怪奇スペシャルが懐かしいでございますね。懐かしい、怖かったもん。あの日いろいろ怖い現象起きまして、伝説の配信になってますけれども、あの日何かあったという人いますか？私金縛りにあって夜眠れなかったんですよ。かわいい。なるよね、寝れなかったんだ。寝れないぐらい何回も金縛りあって。何回も。何回も。本当に怖かったです。怖かったんだね。あの私、まあ、その後のロケなんですけど、ちょっと不可解な現象とか起きたりしまして、マジで、はい、まあ、ちょっと1分ぐらいお時間をいただくと、はい、あの、まあ、この間ネモペロでネモちゃんと一緒に、はいはい、あの、まあ、あのロケに行ったんですけど、はいはい、まあ、その1泊2日で、まあ、グラビアの撮影に行かせていただいたんですけど、まあ、それで夜、まあ、時間があって、まあ、ナイトプールが、綺麗なナイトプールがあって誰もいないから散歩しようっていうことで、うんうんうん、そう歩いてたんですけど、うんうん、なんかあのプールの端の方でなんかブクブクブクってなんか聞こえて、でそれで、え、何みたいな。しかもそのブクブクってなった端になんかあの子供用の濡れた靴が揃えて置いてあるって思って、めっちゃ怖と思って、なんかそのブクブクって10秒15秒ぐらい言ってて、それ言ってる最中は2人ともえみたいな感じで止まっちゃって、怖くて見に行けなかったけど、まあ、とりあえず静まった時に見に行こうってなって、スッと見て、まあ、何もなくて、うん、怖ってなって、でそれで、まあ、ちょっと怖いし帰るかってなって、あの、まあ、外履きから中履きに履き替えるタイミングで、そしたら同じ濡れた靴がそこにあるんですよ。しかもなんか、え、さっきまであったっけっていう、あの子供用のプールキャップが椅子に置いてあって、ちょっと思って、めちゃくちゃ怖いねって話してて、めちゃくちゃ怖いわ。怖い怖い。そうなんですよ。でそれで、まあ、その次の日も、まあ、あのロケで撮影ずっとしてたんですけど、あの結構私があの怪我ギリギリの場面が多くて、うん、あの、まあ、枕投げのシーンがあって、でそれであってなってテーブルの角にめっちゃ頭をぶつけてタンポブできちゃったり、まあ、なんか尻餅ついちゃったり、うん、結構その日危なくて、うん、で最終的に、まあ、あの撮影が終わって帰るよっていう、まあ、ロケバスに乗ってて、でそれで、まあ、最後にみんなでご飯を食べようってなって、でそれであの海鮮の美味しい定食屋さんに行ったんですけど、はいはいはい、でそれで、まあ、食べてたら、あの美味しいアジフライが出てきて、で食べてたんですよ、うん、でアジフライの骨が歯に挟まっちゃって取れなくて、うん、でそれでもうダメだ、今日なんかダメかもしれないってなったら、カメラマンさんがそういうのは気持ちだよって言って、でもうパンって言って、はい、これで大丈夫ってなった瞬間に骨が取れたんですよ。だからなんかそういう、まあ、怖い気持ちと、なんかそういう守られてるなっていうのがありましたね。いや、それでもプールはその子供はどこ行っちゃったのかね。いや本当に怖かったです。子供姿形がないんでしょ。ないです。なんでそんな
面白い怪談話に合うわけ。会いたいよ。もう会いたいよ。会いたいよ、そういう目に。姉ちゃんどうですか。いや、テンション上がりますね。テンション上がる。上がります。目が輝き始めてるよ。ニコニコしちゃう。しょっぱなから飛ばすな今回は、ベロニー君。そうですね、まあ私の身の回りはミラクルなことが。ミラクルが多すぎるな。ミラクル少女ですから。すごいな、はい、開始5分、5分のテンションじゃなくなりましたけれども。失礼しました。はい、あとなんか前回はね、神田ジナ君がいたけどね。そうですね、今日いないですね。今日いないです。どうしたの。それもまた会いたいって言ってて、なんか来てないので不安だなって。大丈夫。会いたいけど。大丈夫。なんかまたね。なんか来ると体調悪くなっちゃうんでしょ。そうなんですよ。あらら。なんかこういう話してる場所に来ると体調悪くなるから行きたいんだけど、うんうん、もうあれ1回だけみたいな。そうなんですよね。ガチだ。むしろ。そっちの方が怖い。怖い。いや、ステージいろいろ揃ってますな。そして先生、あ、なんだ、またも新入部員が、そうだ、いるんですよ。まだこれに、はい、この、そうなんです、この組、この仲間に入りたいという奇特な人間がいるという。なぜだ、リアステージ七不思議の一つだな、これはな。はい、それで呼んでみよう。はい、新入部員降臨。お、なんかやったぞまた。怖い。こんにちは、新入部員のナックルミミです。よろしくお願いします。お願いします。ナックルミミちゃんね。ミミちゃんは興味のあるオカルトは何ですか。オカルトは、心霊はもちろんなんですけど、 UFO、 あの宇宙人系とか都市伝説とか、あと悪魔系とかも結構全般的にすごく好きです。詳しそうです。期待の新人だな、これはな。よろしくお願いします。さっき休憩中にちゃんかジョン・タイターの話とかしてたから。あ、そうなんですよね。本物大好きだ。本物だな。本当に好きな人ですね。いやいや、楽しみですね。はい、よし、それではね、おなじみのあの人来てもらってますから、はい、お呼びしましょう。はい、ムー編集部望月さん、どうぞ。はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ムー編集部望月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どう、しょっぱなからペロリン君が飛ばしてましたけど、怖いですね。あれは何ですか。怖い。普通に怖くないですか。あの、なんか見たならともかく、あの、なんか連れて帰ってるっぽいのが怖いですよね。そう、それで、ま、結構、ま、その後も怖くなっちゃって、あの、その後実はネモちゃんからおすすめされたこの清めスプレー、清めスプレーを買ったんですよ。はい、それからつけて、なんかこれ結構本当に私もそのロケから帰ってきた時重くて、でそれですごい必要としてると思って、あのすごい探し回って買って、もう1回目のプッシュでなんかその悪いものが空に、渋谷の空に飛んでった。渋谷の空に、渋谷のロフトで買いました。渋谷のロフトで買ったんだ。買わなきゃおすすめです。ロフトで売ってる、そんなおしゃれな除霊グッズが。何が入ってるんですかね。塩、なんか塩、あのなんかどっかの清水、石みたいなのが入ってるんです。石、ちゃんと透明なのに1回奉納されてるんですよね。あ、お清め塩スプレー、伊勢神宮に奉納された、1回奉納されてるやつ、私も持ってるんですけど、持ってんの、ちゃんと1回奉納されてるんですよ。あ、持ってるんですね。持ってます。なんかニジコンちゃんをみんな持ってますよね。みんな持ってますね。そんな語られてんの、ニジコン。ニジコンすごいな。いやいやいや、でもまたこんなおかけんですけど、新入部員が増えましてね。そうですね、はい、ちょっとディアステージ最大勢力になろうとしてる。最大勢力なんですか。確かに、まだあと4人増えないと二次コン超えられないんでね。なるほど、はい、数が多いんでね、まあ、あと2人、もう5人ぐらいね、5人ぐらいいったら、はい、行きましょう。まあ、幽霊で5人ぐらい増えてるんじゃないかな。もう増えてるから、バンバンなってるからな、さっきから。いやいやいや、怖いよ、ね。いやいや、こんな感じでですね、オカルト研究部やっていきたいと思いますけれども、うん、はい、はい、で今日ご覧になっている方にはぜひツイッターハッシュタグ DS おかけんで感想ツイートをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速なんですが、はい、ペロリン君、はい、まあ、今日実はハロウィンじゃないですか。はい、はい、ね、まあ、ハロウィンって、まあ、悪魔とか出てきて、まあ怖いイメージとかあるじゃないですか。でそれで、まあ、ハロウィンの歴史っておかけん的に取り上げられたりするんですか ね。 そうですね、ちょっとね、この日なんでね、うん、おかけんがハロウィンの歴史をちょっと取り上げてみましょうかね。じゃあよし、今日はそれからいってみましょう。ハロウィンの歴史、うん、イエイ、分かる人いますか。うーん、なんか海外ですよね。はい、海外だろうな。あの、日本じゃないだろうな。それは海外だろうな。広いぞ海外。どこだ海外の。
ヨーロッパ？ヨーロッパだろうな。あ、でもなんかリメンバーミー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 なるほど。メキシコでしょ。メキシコだよ。そうだ。でナクル君わかるか。そう、ありがとう。わからないふりをありがとう。柏木君はどうだ。あ、そうね、海外ですので、まあ、海外のあのコミックマーケット的な先駆け的なそうです元祖コミックマーケットの基盤となるあハロウィンからコミケが始まって日本に輸入そうですね、はい、そんなことある何を言ってるのかありますからね。そうですね、お菓子の即売会っていうことで、お菓子の即売会ありがとうございます、ボケを。はい、はい、あ、桃瀬くん、はい、わかります。お、行ってみよう。はい、ハロウィンの起源は秋の収穫を祝うケルト人のお祭りでございます。ケルト人の暦では分かってない10月31日は1年最後の日で、翌日の11月1日に新年を迎えます。また収穫期の終わりと冬の始まりの時期でもあり、新しい年を迎える前に悪霊や魔女などを追い出すために行われていたお祭りでした。大晦日みたいな感じですかね、はい、うん、ちなみに10月31日の夜にあの世に行った者たちは家に帰ることができたとの言い伝えもあります。だから10月31日の夜の空にはたくさんの霊たちに混じって悪い魔物たちも飛び交っていました。なるほどね、そうですね、近いのかもしれませんね、もちつきさん。そうですね、はい、ケルト人の古いお祭りで年に4回、まあ、春夏秋冬で、お祭りというか、まあ、儀式というか季節の変わり目を祝うというのの、このサーウィン、もともとサーウィンっていうんですけど、サーウィンがあのアメリカの方にキリスト教に取り込まれてハロウィンという名前に、まあ、名前というかね、呼ばれるようになっていくと。で、ケルト人としては四季の分割の中でサーウィンから、まあ、その年の反対のだから4月の30日ですよねまでの半年間を闇の半年と捉えている。まあ、これはあの冬至が12月にありますけれど、そこに向けて、まあ、どんどん日も短くなっていくし、冬になってくるし、作物収穫が終わって春までいかに備えるか、なるほど、こう厳しい時期をどうやって過ごそうかなというのを、まあ、強く意識するためのお祭りであると。うーん、がハロウィンだったと。ハロウィン、なるほど。それがキリスト教に取り込まれてあのハロウィンというですね、諸聖人の日っていう、まあ、広くあのキリスト教のために殉教した方を、はい、あのお祝いする日になった。それが日本にやってきて、なぜかコスプレをしているとすごいつながりを見せたわけですね。そうですね、なんか死者を思うがために死者の格好をするというですね、まあ、融合して一日過ごそうというのがその融合した部分だけ取り出されて、まあ、今年はやらないでしょうけど、あのコスプレだけがこう一人歩きしてる。なるほど、日本すげえな。あ、確かになんかもう仮装っていうよりもコスプレコスプレだもんね。悪魔どこ行っちゃったんだみたいな。もう魔女とかなんかカボチャっていうよりも本当にアニメのキャラクターとかですか、そういう感じしますね。すごいね、深い。ハロウィンのなんか思い出とかありますか。なんかいつも渋谷とか新宿とか仕事で通らなきゃいけなくて31日とか、はいはい、もうざわざわしてるじゃないですか、うん、なんか目の前に全身にかば焼き三太郎を貼り付けて友達が一個一個なんか かじりながらどんどんちょっと裸になっていくみたいな、すごい嫌だなってトラウマです。トラウマだな。その人最後最終的に全裸になった。いや、もう降りました。降りました。恐ろしくて怖い。怖いな、かば焼き。ある意味恐ろしいですけども、何かありますか。皆さんハロウィン何やってるんですか。でも基本的になんか仕事でしかハロウィンをしないから、うん、プライベートでね、なかなかやんないんですよ実は。お仕事で、お仕事で、ね、ハロウィンの季節になると悪魔的な格好させられる。大変だな。いやでもね、でもなんですか。いやでもなんか私もともとその世界中にゾンビが急に現れたらどうしようみたいなのって結構夢見てた部分があったので、まあハロウィンはなんかそういうのが現実的に、ね、現実になってるような気がすると。ありますね。なるほど。先生どうした西木くん。この話を聞いたことがあるんです。お、なんだ。何、ハロウィンの仮装をしている人々の中に本物の魔物が混ざっていて人に危害を与えるっていう噂を聞いたことがあるんですけど、うん、本当にそんなことがあるのかっていうのをお聞きしたいです。なんと、
あのコスじゃあ今、ハロウィンのゾンビがいるみたいな、ゾンビがいるみたいな話じゃないけど、渋谷のコスプレの中にも、いやでも渋谷って結構多いらしいですよ。なんかテレビで見たことあるんですけど、その霊能力とか見える人が、本当に、本当になんか渋谷のスクランブル交差点は結構しょっちゅういて、でそれで、まあ、見えないんだろうけど、その、まあ、見える人から見ればなんかその霊が いろんなこの人はこなんか一瞬目があって波長があったからこの人に移ったこの人に移ったっていうのが結構あるみたいな。確かにその階段ありますね。あの見える人がすれ違っていって、でなんかぼーっとしてる人がいるなと思ってすれ違ったんですけど、その人があお前には見えるんだって言われるっていうのがこのスクラム交差点の、まあ、よくある階段の流れで、まあ、聞いたことがあるパターンです、ね、ただ確かにだからあそこに光ってる人の中で霊が混じっているという。うわー、なるほど、ハロウィンの中にそういう混ざってるかもしれませんね、そういうことがね。前回なんか、はい、あのこのイベントをやった後に望月さんに人の多いところに行ったら他の人になんか分散するみたいな、うん、あそうですね、おっしゃってたのを今思い出しました。あ、それで帰りに一緒にファミレスに行ったんです。そうファミレス分散させようって。そうですそうです、ね、そうですね、怖い話とか聞いたりしたりしたあとはあの、うん、真っすぐ帰らない。なるほど、どっか寄って帰った方がいいですよって。なるほど、落として帰る、うん、大事ですね。なるほどね、なるほど、まあそういうハロウィンのでも魔物中に魔物がいるっていうのは新たな都市伝説になるかもしれませんね。そうですね、はい、こんなことを聞いたことがありまして、はい、アメリカの都市伝説でハロウィンの日になるとお菓子に毒などを入れて子供に配る人間がいるというものです。そういった人間のことをハロウィンのサディストと呼んでいるそうです。そしてそのサディストがハロウィンになると登場するという噂がいつしかまことしやかに囁かれるようになったと。アメリカの都市伝説でそういうのがあったっていうことですね、うん、ね、最低最低油断できないよ、クズねえ、うんうん、どうですか錦君。なんか本当になんていうの、人の こう仮装してる人たちの中に霊が混ざってるとか、あと危害を加えるというなんか事件みたいなのがあるのとか、あすいません語彙力がめちゃめちゃなくなってしまいましたか。怖いもんね。怖いよね。怖い。怖いです。あの実際にハロウィンの日にそのような事件があったんですよ。なんだと？何？1974年にハロウィンの日、米テキサス州で8歳の息子を青酸カリをまぶしたキャンディを与えて殺害したという事件が起こりました。父親は娘と3人と他の子供たちも同様の方法で殺そうとしたそうですが、未遂に終わりました。生命保険金目当ての犯行だったとのことです。怖っ。怖いですね。キャンディーマンって言われているキャンディーマン事件ですね。誰かからお菓子もらってるわけじゃない、自分があげたんじゃ、うん、やつでそういうことになったんじゃないって言い張ってたんですよね。そうですね。いや恐ろしいですね。ハロウィンのお菓子を配る風習を利用して、うん、新たなこういった事件が生まれるのかもしれないです。都市伝説がね、うんうん、生まれてるのかもしれませんね。もちさんどう思いますか。そうなんですね、多分この祝祭とかの非日常になった時に人間の本性が出ちゃうというのは確かに心理的にもあって、さらにハロウィンって仮装するじゃないですか、うん、仮装して普段と違う格好をする時にちょっと日頃抑圧している本音というかやりたいことをつい衝動的に出てしまうと、うん、心の中のシリアルキラーが目を覚ましてしまうと、そういうのはお祭りの作用としてありますからね、うん、そういう人たちがもしかして魔物みたいな、まあ、人間なんですけどね、人間の皮をかぶって魔物として潜んでいたかもしれない、かもしれない、かもしれない。まあ、実際ね、我々も衣装を着ると変わりますからね、人格が、人格がね、変わっちゃう、確かに、確かに、まあ、みんな血みどろの、ね、コスプレとかしてますからね、なんかこう、そうだよね、テンションやっぱ違っちゃいますもんね。あとまあここでね、人ぶっ刺してもバレないんじゃないかってふと思ったりする人もいるんじゃないかという、街中でちょっと怪我してても分かんないわけじゃないですか。そういうのがだんだんこう都市伝説化してね、こうハロウィンのコスプレの中にいるっていう風になるかもしれないというね、まあ悪魔が戻ってくるハロウィンですからね、本当に心を悪魔に売ってしまったものもいるかもしれないっていう。おっ、どうした、平畑先生、部長の様子がおかしいです。部長、平畑どうした、どうした、これを呼ぶのは誰だ。ちょっとマイクに聞いてるぞ。
これは柏木くん、これは一体これはちょっとやりに行ってる気がするあの、スイートフでやってたあれか。ひなかた、しっかりしろ。ひなかた、部長、ひなかた、大丈夫ですか。あれみんなどうしたんですか。ど、ひなかた、お前覚えていないのか。え、はい、え見事なやりに行き方だったこれ。何がですか。これ見たことあるテレビで。見たことありますか。見たことありますか。お前の体に今悪魔がなんか降臨したんだよ。悪魔。え、いや何ともないですけど大丈夫です。あ、大丈夫か。はい、ちょっと気をつけような。あの、気をつけます。ちょっとなんか来てるかもしれないから、みんな取り憑かれないように気をつけよう。滅滅よし、シュッシュッとそれしよう。気をつけよう。よし、では次の報告行ってみましょう。はい、ということで次は私行かせていただきます。はい、岡田くん頼みました。はい、すみません、フリップをお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんと南米ペルーの文科省では 20日までに世界遺産ナスカの地上絵の近くの丘で新たにネコ科の動物の地上絵が発見されたと発表されました。はい、実際の絵がこちらになっております見えますかね、この猫ちゃんが可愛らしい。可愛い。これはこれしかも斜面の上に分かりやすく本気かね、これ主張してますね、存在を。はい、この地上絵はですね、幅約30から40センチの線で描かれており、絵の全長は約37メートル。ナスカ文化より前の紀元前200年頃のパラカス文化後期のものとみられています。猫はこの時代によく使われたモチーフだそうです。これが地上絵か。ペロニン君、その絵描きとしてこの感想、はい、教えてくれ。まあ、そうですね、私もイラストレーターをやってるんですけど、うん、まあ、描きたいものと描けたものが違うっていうのがありますね。葛藤してたんですかね、うん、じゃあ描いてる人もあるある、うまいこと言うな確かにちょっと落書き感がありますね、うん、みんななんかこれ見たことあるでしょ。これどう思いました、最初見た時。かわいいです。かわいい。ラインスタンプとかありそう。ラインスタンプがあってちょっと日本地図に見えなくもない。日本地図に、まさか。もう顔はさ、まあ本当にデッサン狂ってるけど、その体の部分途中でやめたよね。諦めましたよね。なんか足りないもんね。なんか諦めて、もういいかなみたいな。これ誰に対するメッセージなんですかね、これ本当に。もちさん、この辺なんか結構古い時代のものらしいんですけど、ナスカの地上絵って未だにこうやってどんどん発見されていくものなんですか。発見されていってますね。あの、最近はドローンで、ああ、ドローンで空撮をバーッとしていて、あれなんかちょっと模様っぽいのが見えるから、ま、より表面をね綺麗にしてみると、ああ掘ってあった掘ってあったという形で発見される例が増えているので、まあ、最近の発見が相次いだりしているのもそうですね。あとこうドローンで撮った写真をさらにこう AI であの画像解析して、これはなんか人為的な線なんじゃないのっていうのを解析していって調査に行くと、そういう手法も取られています。じゃあどんどん本当にたくさんあるってことですね。新しく、まあ、より古いものが発見されやすくなったという形ですね。まあ、下手ですからね、言ってみたら絵としては洗練されていないので、あの、まあ、古いって感じしますよね。だからね、まあ、古いものが下手なのもちょっと安心するというか、まあ、練習して上手くなったんだなというのも自然のことなので。確かに確かに、そうですね。そもそも地上絵、ナスカの地上絵ってどういうふうに描かれてるんですか。これはですね、あの表面の土というか石がですね、まあ、太陽日焼けして黒くなってるんですよ、あそこの大地って。でそれをこう削っていく、まあ、石をこうどけたりしていくと白い土が出てくるので、それをこうみんなでどけていって、まっすぐ線を引いて線を描くという作り方です。描くというか掘ってるんですよね、ちょっと溝を掘ってる感じ。そうすると色の違う線が出てきて、それが絵になる。それが何百年も残ってるものなんですね。そうなんですよね。もう記録、情報の記録方法としてはかなり優秀。絵の具とかで描いても1000年ぐらいで色あせていきますけど、ナスカの地上絵はもっとこの明確な形で残っているので、掘るだけでかなり優秀な、こう、なんか文明の痕跡の作り方ですよね。すごい。こういう大きい絵って誰に見せるために描いてるんですか。あ、気になる。これがね、全く想像がつかなくて、正直そのナスカの地上絵にしても、飛行機で上空を飛ぶようになってから、あ、これ絵だと気づかれたぐらいなので、20世紀以降ですよね、発見されて。でだから何のために描いたのか、描いた人が空を飛んでなかったとすると完成形を見てないんです。だから雲だハチドリだコンドルだって言ってますけど、
それ本当にちゃんと書けたのかどうか確認する方法がない、方がない、確認する方法はないけど上手くなってるから確認して練習したんじゃないかって思うじゃないですか。確かに上手くなってる。だから上手くなってるよってちゃんとできてるよっていう技術確認をしないままどうやって進歩させてきたんだろうというのがこうまた謎が増えるとか。馬券っぽいですね。なんでなんで。やはり UFO ですかね。宇宙人その時上空を飛べる技術もというのは宇宙人とかもっと高度な文明だとするとそうだって説もありますし、あとその地面削ってなんかあの物質をね、硝酸っていうあの火薬の元になるのを取りに来てたという説も、あの取る採掘するためだったという説もあるにはあるんですけど、いや硝酸ってこの使います、その古代人火薬とか、ね、むしろそれ必要とする人は誰だったんだろうっていう。そうですよね。また違 う, こう火薬ってことですよね。火薬作るために掘るで、まっすぐ掘る、絵にするなんでみたいな、こう絵にしなきゃいけない理由がないですよね。一個推測すると謎が3つぐらい増えるっていうのがこの手の話ですね。だもうずっとこれって見つかってて未だにわからないっていうのが本当面白いですよ ね, すね。いや先生、どうした、元気だな今日は柏木くんが私も地上絵を地上絵を描いてみたいです。そうかすごいこうガクッと入ってくる感じが柏木くんの技だな。はい、地上絵を描くか。そうか、オリカ県オリジナル地上絵ってことだな。そうです。よし、じゃあみんなスケッチブックの準備をしてくれ。はい、ちょっと描いてみよう。みんな絵描く子いるから、みんなが考えるオリジナル地上絵のコーナーでございます。さあ期待しているぞ。これがでっかく地面に描いてやったら面白いなということですね。そういうことですね。なんだろうね、まあ、私なりの地上絵というものを描いてもらいたいですけども。ナスカの地上絵だと一筆書きっぽいですかね、この輪になってる。あ、そうですよ ね, そうですね。この古いやつはまたなんかの書き損じというかいろんな筆が入ってますけど、でもナスカの地上絵って明らかにそのちっちゃい絵を拡大して描いてったっていう。そうですね、拡大法みたいな、拡大の描き方というのが説がありますね。こっちなんかあるんですよね。これはもう斜面だしね、斜面にみんなで頑張って基本的に平らなところにあるんですよね。そうですね、平らなところにある。平らなところに描く方が難しいので、まあ斜面のもの、まあ、斜面多分見ながら描いてますね。これおそらく見ながら描いてますね。だから遠くでこっちこっちこっちってやってるやつがいたんじゃないかっていう。あれなっちゃったんだやってたあの猫の絵になっちゃったんだそいつが下絵を持ってたのかもしれないですよねでももしかして一番最初かもしれないってことですか。そうですね、かなり古い最初のもの。あとまあ大きさもあの30何メートルではナスカの地上絵ではまだまだ小さい方、あのあそっか、コンドルとか100メートルぐらいあるので。そうですよね、宇宙からも見えるっていう、見えるというので、うやっぱりかなり練習した感じがありますよね。7メートルで、そっか、一番最初だったら面白いですね。面白いですね、最初のやつだったら。達成感あったかもしれません横の絵でよし描いた猫、誰が見ても猫だってその瞬間が見たい。見たいですよ誰が言い出したのか、誰が言い出したのか見たいさあ描けました。もう早いな。じゃあペロリン君の考える地上絵はこちら、どうぞ。どどーん鳥取砂丘か私意外とロマンチストなんですよ。ロマンチストだね。そう、すごいなこれはこれをね、なんかそれぞれ人々がなんか見て好きな人に、あ、連れて連れて、あ、すっごいでかいんでしょそれ。しかもそう、すっごいで富士山に描いてる、山に描いてる、山に描きます。山に好き、どっから見ても見える、あ見える、大文字焼きみたいな感じで好きって見えるんだ、どっから見ても。努力を感じますよねこれをしただけの、うん、しただけの努力を感じる。そう、これが愛みたいな。あ、はい、いいですね、すごい早、やけに早いなとは思ってはいたんだよそうきたか。はい、続いて、はい、じゃあ岡田くん。はい、先手を、では岡県オリジナル地上絵ということでそうめんうまい、うまい、なんか、しかもちゃんと一筆でちょっと頑張りました。 ちゃんと掘れるようになっている。掘れるように頑張りました。そうめん喫茶店にあるやつですねこれ。それでもね、上空から見た人本当になんだか分かんないね。宣伝ですね完全になんだあの粘ればしたものはみたいないいですね、ありがとうございます、うんうん、はい、続いていこうか、描けた人、はい、あ、ナクル、はい、はい、実は私も多分描くと思ったら猫を描こうと思うんですよね猫が猫を描こうと多分思います。一緒の思考かもしれないです。あ、2ちゃんに出てくるなんか絵みたいなそうですか、スラッシュの懐かしい野間猫風の名前
なんかに猫って、うん、人間って猫に多分逆らえないなって結構思ってて、私猫飼ってるんですけど、うん、人間って多分逆らえないんですよ猫に。だからそれを残したいなって思っちゃうかもしれないです、歴史に。人間を、あ、猫の言いなり？そうです。あと思ってるから、それを残したいなって思っちゃいます。可愛がられるように進化したって説がありますからね。あーすごい。仕向けてるっていう、ね。仕向けてる。で、人間と守られる地上最強の生物に庇護されることによって、まあ大繁栄してるわけですよ猫って。種としては。確かに。努力家だな。すげえ。すごい。さりげなくすごいこと言って面白い。それ面白い雑学ですね。続いていきましょうか。あ、じゃあ。どうしよう、ういちゃん行こうか。はい、はい、私は、こちらです。濃いなぁ。岡健、岡健、岡健、あ、みんながいるんだ。今日のメンバーと皆さん今日のメンバーですよ。今日のメンバーの似顔絵を描きました。誰がどれだったか言ってみろよ。え、あの、まあ、座ってる順ですね。ひどいな。まあ、大体わかると思うんですけど。わかんないよ。でも望月さんと一台さんはそれはなんとなくわかる。特徴捉えて、それはなんとなくわかる。まあ、後世に残したいなっていうことで、今日の放送を残したい。今日のこと、一生の思い出なんだね。なるほど。廃墟に落書きしに行くヤンキーのノリでしょ。ただただにね、トイレとかに書いてあるやつ。確かに。はい、続いてじゃあ、はい、この辺かな。脇ちゃんが先だったよね。はい、はい、私はもうこれです。ラインスタンプ欲しいので、望月さんのこの感じよ。おかけのラインスタブ欲しいなと思って。おかけのラインスタブ、シリーズ望月さんの、望月さんをまた飾っていただきます。ありがとうございます。すごいな。あの、ペルーペルセルからめっちゃ怒られる。キャラクターがなんでもうすぐつきますのこれ。ラインスタブ絶対使いやすいと思う。あ、そういうことなんです。絶対もうすぐつきますわ。なるほど、そういうこと。さすがにキャラクター化してきますね、どんどん。ありがとうございます。はい、じゃあ次。はい、はい、めぶきくん。はい、私は300円の魚です。なんでだよ。なんかナスカの地上絵って古代のもので、うん、でなんかその時代加工魚とか絶対にないじゃないですか、うん、だからこれが地上絵で形で見つかったら、うん、絶対に話題になるなと思って。そうだね。現代らしさを。現代らしさ。安い。当時に魚があったのか。そうです。加工魚が。日本円の300円だ。切り身が。切り身。このぐらいの値段だったんだ。しかもラップで包んであるぞと。わかんない。ラップで包んだ。あ、本当だ。容器で売られてる。確かに。そうです。で、書きました。確かに。癖が強い。癖が強い。はいはいはい。牛とそれをなんか捉えるものみたいな感じで、ですね、ちょっと怖いな。捉えるもの、焼肉、焼肉食べたいって書いたんですけど、多分100年前、もうものすごい昔の人も今の私 もうこれから先の人間もきっと肉を食べたいと思うので残してる。それを残したいなと。牛を捉えてる絵を、はい、の時代も肉を食べたいと思いまして。牛まではね、牛を描いて焼肉食べたいって書いてるとめちゃくちゃ残酷ですけどね。ちょっと恐ろしいものを感じますよね。牛まではね、割となんか地上でありそうで、でも南米だといわゆるバッファロー的なのはいないかも。なので牛が描いてあったとしたらそれはそれで面白い。いないはずの、いないはずの牛が描かれている。い、まあ、焼いて食べるのはなかなか割と最近ですよ。大事な家畜。れいちゃんかな最後。はい、はい、私はこれです。自分が読めるようになってほしい。あの、読めないって言われるので、何のフェスに出ても必ず読めないってツイートされてしまうので、チャーハンって読まれるんだよね。そうです、チャーハンって書かれちゃうんで、これを掘ります。ちゃんと言わないとね、はい、この番組見てる人だけでも絶対覚えてほしいです。覚えてください。ついにと呼びます。はい、いいですね。はい、じゃあそんな感じで地上絵皆さん描いていただきましたが、じゃあちょっとスケッチブックしまおうか。はい、綺麗な。これなんかツイッターとかで上げてください、皆さん。はい、好きって。これ多分喜ぶよきっとね。よし、いや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 、じゃあね、次の報告いってみましょうか。誰かな。あ、はい、お、百瀬くん。はい、
私が行かせていただきます。はい、ま、はい、アメリカ大統領選が、近づいています。今年はトランプ大統領とバイデン氏との対決でございます。そうですね。はい、ですがトランプ大統領を支持するという旧アノンという謎の勢力が、選挙の行方を左右しかねないとされています。うん、旧アノンとは一体何なのかということでございます。旧アノンですよ。はい、皆さん知ってましたか？知らない。結構今あの話題ですよ。うん、何十万人ともう支持者がいて、もうどっから出てきたのかなんだかもう本当によく分かってないんですけども、ちなみに大統領選がやってることぐらいは知ってたかな。はい、あ、よかった、知ってたかな。柏木君、大統領選誰と誰があれ、そうですね、今書いてあるって言ってたけど、まあ、はい、はい、ドナルドドナルドドナルドなかなかいないよ。ドナルド、オバマ、ベロベロ大丈夫か柏木、ふざけるのも大丈夫しなさい。そんな感じですけれどもね、はい、はい、2017年の、10月に、匿名掲示板に Q を名乗るユーザーが、連投しました。Q は自分が投稿しているのは Q 承認という、米政府の機密レベルの内容だと主張したんです。なるほど、はい、それが始まりということですね。そしてはい、Where we go, one we go all という、これですね、1人が行くところに全員で行くというものなんですが、こちらが旧アノンで特に人気のスローガンでございます。すごい、これがだから出回ってるってことですよね、このスローガン。そうなんですよね、キャッチフレーズ前ですよね、旧の人たちというか旧側というか、このデザインもなんかめっちゃかっこいいですけど、かっこいい、やっぱなんかオタクって絵上手い人多いから、あ、なんかそういうオタク、オタクなんだね、オタク描いてるかもしれない、旧アノンオタクが支持しているありえるかもしれませんね。はい、じゃあ続けてください。はい、Q アノンはトランプ氏をアメリカの救世主と考えています。腐り切ったエリート層からアメリカを救うためにトランプ氏が使わされたと主張していて、悪魔崇拝からなる、ディープステート、アメリカを陰で操る闇の政府がトランプ大統領の失脚を企んでいると考えています。すごい陰謀論ですね。最初に投稿したこの Q っていう人物は一体どんな人なんでしょうね。ですよね、気になりますね。はい、私が答えます。はい、はい、投稿者である Q がどのような人物でどのような動機で書き込みをしたのかについては様々な憶測が存在します。 Q は米軍の情報部の人物だとする説、ドナルド・トランプ自身だとする説、さらには AI だという説もあります。なるほど、結局誰だか分かんないってことですかね、もう見つけたね。そうなんですよね、だ誰が首謀しているのか、そもそも今の Q アノンムーブメントをが一枚岩なのか、おそらくこれ全然一枚岩ではなくて、何者かが大きく仕掛けたとしてもそれに便乗していろんな活動をぶっ込んでる人たちがいるので、すでに Q アノンそのものが何かというのは分かんなくなっちゃってるというのは本当のところだと思います。便乗していろんな陰謀を重ねたり、自分の主義主張に合わせ てこの大きな人の動かし方みたいなのを Q アノンが言ってるよっていうとちょっとなんか乗っかろうかなみたいな感じになってしまうので、そこにこう、まあ、BLM とかもそうなんですけど、この黒人の権利を守ろう、命を守ろうっていうのに、なんだよぶっ潰しまえよって一言ぶっ込むと暴動起きちゃうじゃないですか。暴動起きてる、そうすると、はい、あ、これであのしめしめと、なんかこのその運動自体をちょっと怪我してやろうというか邪魔してやろうみたいなのを、人を扇動することそもそもそもが目的になっている人たちもいるんじゃないかと。いや怖いですね、陰謀論の多層構造ですね。怖いですよね、なんか本当にアニメとか漫画の世界にのような出来事ですけど、ただのインターネット上の陰謀論でなく、しかもこれがすごい影響を受けたね、大統領選にもこう影響しているっていうことなんですけどね。基本トランプの集会にこの Q のマーク掲げた人がいるんです。大手のメディアでは巧妙に隠してるんですけど、この普通 の、 あの、まあ、ネットで写真とか検索するとそのトランプがバーッとなんか言ってる後ろの方で Q ってマークを掲げた人が混ざってきてるんですね。混ざってきてるんですよね。トランプさんも認めたんですよね。認めてます、Q アノンの、まあ、みんなありがとうみたいなことを言っちゃって、認めちゃったからもうさらに増えちゃってる。トランプって基本的にキャラクターって一緒にはあの割とみんなで
ちょっとやばいとこあるかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ちょっと危なっかしいというか、うん、にしてもそのディープステートというですね、基本的にはこの全世界アメリカ含めて全世界の情報を統制し、なんかみんなを監視している、我々は操られてるんじゃないかみたいな陰謀論があるじゃないですか、うん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 、それに対してトランプはディープステートをやっつけてくれる、情報公開してくれるというのが、まあ、まさに救世主、英雄として掲げようとしているという、そこにまあネット世論の代表みたいな Q アノンが乗っかってきてるっていうんですかね。そういうことなんですよね。なんかコメントでもね、いろいろ AI 説が一番怖いなとか、いや AI 怖いですよね、まあ、そうね、オタクは陰謀論好きとか、ね、怖いですこれ。だからあまりにも影響してきてるから、結構身近なことで言うと、れいちゃん、はい、ツイッターでも Q アノンを支持するアカウントは停止されておりまして、Facebook も旧アノン関連アカウントを削除、排除する方向です。日本にも旧アノン支持する団体が現れ、全国に支持者がいると言われています。旧アノンジャパンというなんか名前ちょっと変わってた、旧そうです、なんかでもジャパンができたんですよね。そうですね、あの、まあ、日本語のツイッターアカウントでも旧アノンに、まあ、関わりをと、まあ、賛同表明するアカウントはいくつもありますね。その人たちがだから本家の Q アノンとどういう関係があるの、直接関係があるのかないのか、いやなんか乗っかってるだけのような感じしますけど ね、ボランティアだって言ってましたね、今ボランティア、そうですよね、自主的にやってる、でもいろんなクリエイターが集まってるから、うん、いろいろはなんかいろいろ発信できるんだみたいな、さら、うん、に AI が絡んでくると本当に怖いですからね。怖いですね、 AI がコントロールできちゃうってことじゃない、セロンを。そうですね、で AI が AI を使って何をやろうかっていうと、その AI によって支配されているというよりは、 AI がこうやると人って動くよねみたいなことをやるので、こういう混乱のところになんかこう、まあ、例えばどっかの町に行って集会に参加しましょうとかっていうのをやったら、こんだけ人が動きましたというのは、はい、この、まあ、情報統制に対してディープステートに対してのカウンターの Q アノンだったのに、その動き自体が情報統制に使われているっていう、なんかこう、まあ、矛盾したような、確かになんかこう、結局我々はディープステートであろうと Q アノンであろうと、なんか操られて動いちゃってるよねっていう、このすごいどっちだけの陰謀論の、確かにそうなりますね。どっちにしても我々はね、どっちにしても動かされてるってことだ、動かされているんですよ、なるほど、ね、Q アノンの巡ってる話っていうのは。いやこれでもね、あの本当 Q アノンって調べれば調べるほどよくわからないんで、わかんないですね、まあ、なんビルダー会議、ビルダーバーグ会議の作った AI っていうのは割と強そうな感じですね、はい、あその会議の説明を、ビジョン会議というのは、うん、なんかあのエリート層が集まって、あの世界に1回、そうですね、や年に1回やるんですよ、ね、年にやってこういう方向で国を動かしていきましょうかみたいなのを話し合ってるとされる、まあまあやってる、実際やってるところで、そこであの、まあ、国というか政治、国際政治をどのように把握していきましょうかというところで、じゃあ Q アノンとか AI とかにこの決断を委ねて、まあ、そうした方が、まあ、ちょっと混乱起こるかもしれないけど、全般的には丸く収まるよねっていうような方向性を決めている。国とか国家とか関係なくです、そんな動きの中で決められた AI なんじゃないかっていう説が出てくるんですよね。それも全部想像でしかないんですけれどもね、はい、皆さんこれどうですか、 Q アノン感想何かあればどうですか。でもなんかセルちゃん、うん、AI にしろなんか惑わされてるみたいな、なんかそういうね、今の話ね、面白かったよね、うん、悔しい悔しい確かに自分の意思で決めたい、自分の意思で決めたいなるほど、レイちゃんどうですか。なんかこう自分の知らないところでこう何かが動いてるっていうのが恐ろしいっていうか、うん、恐ろしいよね、うん、不気味ですよね、すごく、うん、なんかそれ乗っかってくっていうのがね、またね、心のなんか、なんかね、人間の心理というかね、うん、になりますよね、大衆を先導しますね、まあ、ハロウィンの部分に通じるものがありますけどね、みんなが仮装してやんちゃやってるから、ちょっと俺もなんか、ね、車壊しちゃおうとか、そういう、そういうのに通じる勢いですかね、人間の心理ってそんなもんなんだなという、なんか周りに全然寄っていっちゃうという、なるほど、先導政治だ。なんか他にありますか、岡田くん何かありますか。あ、そうですね、さっき調べてたら Q アノン離婚なるものを見て、 Q アノン離婚はい、面白いちょっと面白いよね、ちょっと面白いな、それが理由なんだみたいな、そんな愛は儚いものなのかと思ってしまいましたね、 Q アノンによっていい締めですねなるほどなるほど、じゃあ次に行ってみようかな、はい、次の報告、はい、はい、先生、さらに大統領選にはいろんな奇妙な噂があるんです。噂、そうなんだ、大統領選は本当に噂いろいろあるんですよ、じゃあちょっとその報告してください。
はい、今年2020年はゼロのたくさんつく年になってるんですけども、うん、年号の末尾にゼロのつく年、いわばゼロの年に当選した大統領はなんと在職中に死亡してしまうんです。今年当選した大統領は在職中に死んでしまうかもしれないという。アメリカ大統領ね、暗殺されがちではありますけど、まあね、歴史的に見れば。それって本当なんですか？いや、本当なんだよね。平方君、ちょっといろいろ読んでみてくれ、はいはい。アメリカで最初に大統領選が行われたのは1789年、以来現職のドナルド・トランプまでアメリカ大統領には全部で45人が就任しています。そのうちゼロの年に当選した大統領は11人、そのうち7人が在職中に死亡しています。そんなにいるんですか？11人中7人が在職中にだよ。ほぼ多いですよね、はい。そしてですね、1840年に当選したハリソン大統領は在職中に死亡した最初の大統領となりました、うん。その次1860年当選した共和党のエイブラハム・リンカーンはフォード劇場で感激中頭部に銃弾を受けて死亡、うん。1880年当選のジェームズ・ガーフィールド、1900年再選のウィリアム・マッキンリーは銃撃で死亡。それから2人が在職中に死亡。そして1960年に当選したのが1963年にダラスで暗殺されたジョン・F・ケネディです。あのケネディ大統領も1960年、そうですね。ただしですね、1980年に当選したロナルド・レーガンは就任直後に銃撃されましたが、なんと回復。2000年に当選したジョージ・ブッシュも任期を務めました。なるほど、最近の大統領は大丈夫だね。呪いが薄まってきてるってことですか？呪いは薄まってるのかもしれないんですけれども、うんうんうん、そもそもこの大統領選の呪いと言われるものは一体何なんですかね？そうなんですよね。 なんでゼロの年なんだろうとかっていろいろ先生術的に20年周期がどうのこうの言われてたりもするんですけど、はいはいはい、最初のところで言うとハリソンですね。その呪いの発端となったハリソンという人は、はい、当選前、大統領になる前に北米のネイティブアメリカンを、割と支配したというか、うん、やっつけちゃった、排除してしまった中心人物、排除しちゃったんですよね。でその人がネイティブアメリカンのリーダーのテカムセという人を一軍を倒して北米を白人の土地にしてしまった人です。でその後に9代目大統領になるんですけれど、9代目大統領になって1ヶ月で急死します。うわ、早い。でそのことによって、あ、これは我々たたられているんじゃないか、これはテカムセの呪いなんじゃないかというのを囁かれ始めると。でそこから20年周期で、大統領がこうポツポツとこう死んでいくということで、これは我々の呪いというアメリカという国家にかけられた呪いなんじゃないかという解釈になっているんですね。ただ、確かにここ2回ぐらい死んでないんですよ、うんうん。でジョージ・W・ブッシュにしても、うん、プレッツェルの喉に詰まらせたドマリ、確かにあれ死んでないね。あれはそうですね、みんな嫌がらせで送りつけたっていうその後に確かにあれ呪いだったのかななんですけど、あと占星術的に20年周期でね、木星と土星がこの合を作る、一致する年があったりする、はいはい、今年はまさにそのグレートコンジャンクションっていうのがあるんですけれど、それによる占星術的な周期という見方もあって、テカミセとは別の周期的な呪いの発動なんじゃないかという説もあります。なのでやっぱり今年の大統領選も、そうですよね、トランプバイデンどっちが通るにしても、うん、通った後どうなるのかというのは何か起きますよね、これね。ジンクスとしてはちょっと非常に注目すべき大統領ですね。そうですよね。いや俺はどっち行っても在職中に何かあると思うわ。あと選挙そのまま揉めますよね、多分ね。そうです。全然トランプはもう揉める気満々でしょ、その不正選挙だって言うためのこの布石を打ってるという。で Q アノンが騒ぎ出して、ね、騒ぎ出したらもう大混乱、そんな状態で大統領に就任されたら何があってもおかしくない。アメリカ大統領は本当に暗殺されがちなので、何があってもおかしくない、殺されるかもしれないし。はい、みんなはですね、今回の大統領選でどっちが勝つと思いますか？ちなみにマギちゃん、どっちが勝つと思う？そうですね、オバマ。やっぱ
経験があるので強みにはなってるかなって思いますね。オバマか、出てねえしオバマ。ここまでの5分何だったのか。どうですか皆さんは大統領選とか興味ありますか。岡田くんは何かありますか。勇気がある方が勝つんじゃないですか。勇気がある、なんかその呪いを受ける覚悟があるから勝つんじゃないですかね。かっこいい、さっきからまとめがいい感じにまとめてくれるな、あの人かっこいい、すごいな、かっこいいな、なるほどね。でも、今回の大統領選とか Q アノンの動きという人本当に一波乱起きそうですけどね、あのおかけんとしても目を離さないでね、あの確認していきましょう、見ていきましょうね、はい、よし、じゃあ次の報告いきましょう。はい、はい、お来ました、この人が手を挙げたということは皆さんもう分かりますね。怖い、はい、ヘレリンくんどうぞ。はい、実は、前回の怪談スペシャルで私の写った心霊写真があったじゃないですか。こちらです。そう、それをなんと、ムーさんが心霊鑑定に出してくれたそうです。やばくないですか。こちらの写真くるっと、あ、こちらの写真ですね。はい、はい、下半身が消えたという心霊鑑定ムーさんが出してくれたということですごいですね。すごい、もちきさんどうぞお願いします、はいはい、本誌でおなじみ あの小林俊正さん、うん、まあ、エスパー小林とも言われる霊能者の方にあのこの写真こういうのを撮れたっていう人がいたんですけどどうですかというふうにあの見てもらいました。で、まあ、あの体の部分が消えるという心霊写真は、まあ、ある種のあるあるで、まあ、手が、ね、先が消えたりとか足が消えたりとかっていう時に、うん、まあ、その怪我に注意っていうのあったりはするんですけど、まあ、まさにこれもそれで、ただあんまりあの消え方が大胆というかお腹から先全部っていうのはこの動くところでもないので写真のブレでさっと消えてしまったとは考えにくいと。で、その小林さんが言うにはその霊が何かしたというより本人のエネルギー体調のようなものが写真に、まあ、欠落として現れたのではないか、だからエネルギー状態が落ちてるってことですね。 なので、まあ、下半身とか内臓とかになるんですかね、その辺のこう不調が現れてるんじゃないのみたいなことを言ってましたけど、その辺本人的に自覚があるのかどうかというのは。あ、そうですね、なんか私最近占いにハマってて、まあ、いろいろ占ってもらうんですけど必ずあのお腹に気をつけてっていうのを言われるんですよ。そう、確かに私も胃とか弱くてあの結構胃腸炎とかなりがちだから、うん、ストレスに気をつけてみたいなことなのかな。いや、失敗ですね。そうですね、まさにそのエネルギー状態の低下が写真に映らないということで起きた、まあ、例というよりは本当に本人のなんか心配事、写真というよりかは本人の、うん、エネルギー的なものが現れ たなんか現象って感じですかね。なるほど、心霊鑑定ありがとうございます。いや、すごい、ね、まあ、認定されたということで不思議な写真という形で、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それであのエネルギーといえば、はい、あれこれいけますかね。じゃあいきましょうか、はい、じゃあペロリンのじゃあコーナー先生の本当にあった不思議な話かな今日は言ってみましょうか。そうですね、はい、あの、まあ、エネルギーで、まあ、実は最近まあ、部屋で結構動画とか撮って、はいはい、でそれをまあ仕事にすることが多いんですけど、まあ、夜その動画を撮ってたらなんか埃にしては大きいなみたいなのが結構映り込んじゃうことがあって、で、まあ、あの自宅で動画をまあ撮影してみたらこれ本当に埃なのかなみたいな、なんかオーブみたいなものがちょっと映り込んだ動画があって、はいはい、まあ、それをちょっとあの見せられる範囲で、まあ、ちょっとスタンプとか貼ってあの編集して、まあ、オーブ自体は本物っていうのをちょっと動画を、ね、あの撮ったので、こちらになります。それが流れる、ちょっと鑑定していただけたらなという、そう、ちょっとね個人情報はスタンプで隠してます。はい、こちら自宅なんですけど見えるかな。おお、でかい、本当だ、大きい、はい、あとそのポンって白いのが飛んだ後になんか下からもホワンホワンホワンって結構出たりしてるんですよね。なんかいっぱい飛んでるんですよね。いっぱい飛んでますね。この映像では分かりにくいかもしれないですけど、ちらっと見えました。おお、がっつり、あ、きっとめっちゃいる、うん、基
本的には下から上。そうですね、下からとか、あとちょっと奥の方からスッてこっちに向かって飛んでくるものが見えますね。ミラーボールを置いてたわけではなく。いや、全然全然置いてないです。気づいたわけ、なんかこう飛んでんなっていうのが。はい、まあ、最初は自撮り撮ってる時になんか煙みたいなのが来て、えみたいな、何これみたいな。でそれで試しに外のこう動画を撮ってみようってなったら結構映っちゃって、肉眼では分かんないの。肉眼では分かんないですね。じゃあ本物じゃないですか。本物。オーブっていうものをちょっと説明していただけますか。オーブっていうのはこの水蒸気とかですね、はい、煙をフラッシュ撮影した時に映りやすいんです。なのでこう滝のところとか、まあ、ちょっと薄暗いけど埃の多い森とかそういうところをフラッシュ撮影すると、その光が に埃が光が強く反射して丸いものがいっぱいあるように見えるというのが典型的なオーブ写真なんですが、そういう感じでもないんですよね。もうそもそも暗いところで撮ったりフラッシュ撮影してないので、光が反射したわけではなく光そのものが飛んでいるので、発光体は何なんだろうっていうことと、あとこう動きとして奥行きがあるんですよね。はいはいはい、こうなんか画面の中でちゃんと三次元的な動きをしているので、レンズの表面を何か光が、ね、反射して通っちゃったという平面的なものではないので、だから発光物体があったんだろうなと思われる動画で、すごく不思議ではあります。あと下から上からポコポコっていうのはね、プールの子なんじゃないの。プールの子なんじゃないの。それ冒頭で話してた。プールの子供。ああ、クワも。いやでも確かにそのロケ行った後だわ。撮ったの。うわ、そのポコポコのあれでしょ。それが光に現れて連れてきてるんじゃないの。もう。繋がってしまった。え、その後はそう。じゃあ結構前の話なんですね。前っていうかちょっと前の話なんですね。まあ、そうですね、今月の中旬上旬あたり。最近だな。最近ですね。その後は、その後は、まあ、特に動画は撮ってないんですけど、まあ、そのなんか自分自身もなんとなく怖いって思う時期と、うん、なんか大丈夫っていう時期があって、でその怖い時期が終わって今安定した時期なんで、と怖いとかはないので多分大丈夫だと思います。じゃあこれでどっか お行きになったって感じなんですかね。そうですかね、だったらいいですけどね。いや持ってんなペロリン。そう、冒頭の話、動画に残るとか写真残るとかすごいですよね。すごいですね、ちゃんと現象が残るというのは、ちゃんと現象が目に見えてわかるっていう、いやでもペロリンね、本当にちょっとね気をつけてほしいですね。そうですね。なんだなんだ、一体何が起きた。ひらがた、ひらがたに何か、ひらがたが大変だ。ひらがた、みんな気をつけてくれ。ひらがたどうした。あーやだ、柏木を大丈夫か。柏木何があった。あ、ひらがたが、エクソシストだ。どうした、ひながたが、あ、柏木をマイクを持ったままなぜか、おかしいぞ。どうした、水曜日、水曜日、水曜日、水曜の映画、水曜の映画、これ誰か悪魔を払ってくれ。私たちがやるわ。かわいいな、二人でちょっとじゃあ悪魔払いの呪文を頼むぞ。水曜日、よし、水曜日頑張りましょう。頑張ります。水曜日、父と子と精霊のオーナル、水曜日、あるね、もう一回言います。もう一回やろう、やり直そう。もう一回、かっこよく言ってくれ。父と子と精霊の王なる御神よ、あるじイエスキリストの皆によって命じる、悪霊よ出ていけ。いや、おお、あ、すごい。どうした、ひながた、ひながた、あれ、お前また悪魔に乗り移られてたんだぞ。え、本当ですか。本当だよ。全然気づかなかった。大丈夫ですか。大丈夫。お前すごいブリッジ、いつものやつやってたんだぞ。え、いつものやつを。いつものやつやってたんだぞ。全然意識がなかったです。そうか。そんな。そうか。脇もなんか様子がおかしかったんだぞ。全然覚えてないです。嘘だ。いいか、錦とな、あの新入部員のナクが助けてくれたんだよ。部長が無事でよかったです。棒読みだけどありがとう。ありがとう。あー、でもまあよかった、これでよかった。なんか起きたら大変だけど、これがあの水道で見た生やりに行ってるやつだね、これね。これがあのなんかあれ、なんか来た。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. びっくり。Happy birthday, dear 一大さん。Happy birthday to you.おかけんの現場でこんなことになると思いませんです。見ていただいてありがとうございます。それでは失礼して、おめでとうございます。ありがとうございます。持ちましょうかね。すいません、かわいい、なんか言われてばかりです。すいません、50歳になりました。50歳になってもこんなことしています。めでたい、おめでとうございます、はい、元気楽しく生きてきますのでよろしくお願いします。いやー、誕生日をやってもらえたしね、悪霊も退散できたし、よかったな、今日のおかけんもな。よかったですね、本当に。さて、ここでおかけんからグッズのお知らせがあります。イエーイ。どんなグッズがあるんですか。いい切り返しだ。はい、DS おかけんハロウィンスペシャルオリジナルグッズが発売されます。私たちがハロウィンの仮装をして撮影したブロマイドセットアクリルキーホルダー、はい、こちらは販売する部員とそうじゃない部員がいるんですよね、うん、はい、うん、じゃあ、はい、販売する人手を挙げてください。はーい、はい、でこの方たちは、ハロウィンの仮装した撮影したブロマイドとアクリルキーホルダーがあるということでございます。はい、みんな衣装もねメイクも素敵にしましたのでね、はい、ぜひゲットしてください。お願いします。そしてランダムソロハロウィンチェキもあります。お、チェキ、こちらは今日出演の部員全員分あります。はい、はい、本日の18時からディアステージ通販で販売いたします。ぜひゲットしてください。はい、はい、あとマルシェというのが15時から、うん、はい、はい、販売しますね、はい、マルシェ皆さん初めての人もいるという。はい、初めてです。なんかこれはなんかそのそれぞれお客さん一人一人に宛名とかね、はい、それぞれのメッセージが果たし状を突きつけて、果たし状を突きつけるものが分かりました。果たし状を、そうですね、ぜひお買い上げください。はい、全員分あるのかな、これもね。そうですね、15時からなんで、はい、ぜひぜひお願いします。はい、でも今日入部したナクル君のグッズもあるなんてすごいな。おかしい、なんかずいぶん前から決まってたみたいな。おかしいですね、7不尽の怖い怖い、なぜグッズがあるんだ、なんであるんだっていう感じですけどもね。今日も盛り上がりました。はい、はい、じゃあ感想の方ね一人一人聞いていきたいな。じゃあ新入部員のナクルから。はい、今日新入部員ですごく緊張してたんですけど、思ってた以上に内容がディープだったので、すごいなんかいろんな知識を蓄えてすごい楽しかったです、うん、また来たらキュルトギがめちゃくちゃ楽しみになりました。ありがとうございました。はい、いいですね、告知とか大丈夫かな。大丈夫です、うん、はい、ありがとう、ベロリー。はい、はい、ひなもりです。だいぶおかけんの出演回数も増えてきて、そうですね、はい、この場にもだいぶ慣れてきたなという感じでございます。なんか今回はすごくね、自分の知らない知識とか、トランプさんとかね、ゼロのつく年に亡くなられちゃうとかいうお話を結構聞けて、とてもなんか知識が増えたなという感じでございました。楽しかったです、ありがとうございます。はい、はい、はい、錦マリンです。今日おかけんハロウィンスペシャルということで、なんかすごいいつもより明るい感じなのかなと思ったら、ディープな内容でとっても知らないことばっかりで面白かったです。ありがとうございました。はい、うん、はい、シナです。ハロウィンの予定がなかったので昨日駅で血まみれの女子高生集団に肩ぶつかって舌打ちされてすごい悲しかったので、今日すごいみんなと楽しいハロウィンができて本当に楽しかったです。ありがとうございました。怖い。はい、はい、はい、岡田あやめです。おかけんに参加させていただいたの今回で2回目なんですけれども、前回が結構心霊に全振りした内容だったのに対して、今回結構都市伝説系が多くて面白かったなっていうのと、いつかコズミックホラー系というか UFO 系、 UFO 系もね、あります。 UFO 呼びましょう。呼びますか、ここに呼んじゃいますか、ここに本気で呼びましょう。ぜひ次回そういう系に
していただけたらなと思います、うん、本当に今回楽しかったです、ありがとうございます。そしてちょっと二次コンから告知をすいませんさせていただきたいんですけれども、11月18日に BS11 にて二次コンのバラエティ番組二次のコンキスタドールが本気出しましたが、放送されます。そしてその番組に伴いまして11月21日に、ライブ連動特別編ということで定期公演があります。こちら二次コンから重大発表がたくさんあるんですけれども、なんとチケットが昨日から発売しておりますので、よろしければお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、モセ、はい、モセレです。なんだろう、心霊とかすごい詳しいつもりでいるんですけど、今日はかなりこう都市伝説というか全然自分が未知の領域のお話だったので、知識が増えてすごい楽しい気持ちでした。あと心霊写真 の、うん、ペロリン先生のお話がすごく個人的に好きでした。ありがとうございました。そして告知なんですけど、はい、私が所属しているスイーニーが、音楽朗読劇プペルに、はい、出演させていただきます。はい、よろしくお願いします。すごい緊張してるんですけど頑張ります。11月7日と8日にあるので、はい、よろしくお願いします。はい、あと12月23日にミニアルバムが出ます。クラシックブルーというタイトルなんですけど、ミニアルバム出すの初めてなので、ぜひぜひ皆さん手に取っていただけると嬉しいです。あと、11月1日今日0時回った瞬間に新曲のアイスクリームっていうのが配信されるので、ぜひ皆様聞いてください。お願いします。楽しみ、楽曲派だからスイーニーの楽曲楽しみ。ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しいね。はい、はい、じゃあじゃあ私ペロリンが行きます。はい、ね、はい、そうですね、私結構なんか心霊体験というかなんかそういう不思議な出来事がなんか多いんだなっていうのを改めて感じた感じましたね。うんうん、でもなんか結構そういう物事とかをこのおかけんの配信とかでなんかみんなと話せる機会があるから、なんかこういう怖い現象とかも悪くないなって思いますね。確かに面白がってもらえることね。ね、本当になんかみんなで怖い話するのとっても楽しくて、今日も素敵なハロウィンでした。うん、ありがとうございます。はい、そしてここで私からも告知を2点させていただきます。はい、はい、1点はですね、11月の18日に電波組インクのオンラインライブ2020ファイナル配信公演がありますね。はい、こちら昔の楽曲とかもかなりやったり、今の楽曲ももちろんとても内容の詰まったライブとなっております。チケットも現在発売中ですので、ぜひ電波組インクのオンラインファイナルライブ見てください。よろしくお願いします。はい、そして、もう1点なんですけど、実はあやめちゃんと一緒にお仕事したものがありますね。はいはい、お仕事しました。お、実は、はい、あさっての11月2日の発売、ヤングキングという雑誌で、はい、私とあやめちゃんがグラビアと漫画で登場させていただきます。そうなんです。ありがてー。ね、なんかその衣装とかもお揃い色違いなんだよね。そうですね、すごい可愛い水着に、なんかその漫画家のベレー帽とか、とてもセクシーなサスペンダー、サスペンダーみたいな、そうになっていて、ね、漫画とかお互いを描いた4コマ漫画とか、はい、そんなのもあるの？そう、がっつり結構載せてもらえるので、すごいな。はい、ぜひあさって発売のヤングキング、皆さんお手に取ってください。お願いします。おかけんとしてもおかけなければなりませんね。ありがとうございます。うまい、お願いします。ありがとうございます。ひなかたくん。はい。はい、いや、私普段あんまりその霊に会ったりとかしないんですけど、うん、今日ずっとペロちゃんの横にいて、うん、なんか肩が重くなって、いや、それやりに行ってんでしょ。ちょっとやりに行ってない。本当です、本当に。それやりに行ってるやないわ。本当になんか首がなんか痛いなみたいな思って。なんで信じてくれない。嘘じゃない。あとなんか記憶なかったけど、なんか背中が痛いなって、すごい反ったのかなみたいな、なんか背中が痛いですね。腰痛が。いや、楽しかったです。今回も楽しかったです。次回もね、楽しみにしております。はい、そしてちょっと告知をさせていただけたらと思うんですけれども、11月の6日に私が所属している劇団ニアステージの、イベント
伝統劇でちゃん生というイベントがあります。あ、ね、あ出る出る、あそうめぶきちゃんがゲストで出てくださるのと、はい、あと椎名ちゃんもメンバーなので出ていただけるのと、はい、そしてその7、8の次の日にあの先ほどれいちゃんが言ってくれたスイニーちゃんと劇団リアステージのコラボ公演ですね、あの音楽朗読劇、はい、煙突町のプペルという作品が上演されますのでぜひぜひよろしくお願いします。あとこの後夜に、闇芝居の、また闇芝居宴というあの生配信に出演いたしますのでぜひもしよろしければご覧ください。やりに行くんですか？やりに行かないなんか怖い話をちょっと言ったりとかいろいろあります、はい、よろしくお願いします。本当に、はい、はい、以上です。いや今日も盛りだくさんでお送りしましたけれども、はい、もちきさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやディアステージで Q アノンの話になるとはそうです確かにこのギャップの面白さもまあ、どんどんねあのメンバーも増えているということ で、 そうです、ね、もうディアステージ内 Q アノンとしてですねあのや闇の勢力を拡大していっていただければと思いますよおかげには怖 い、 いやね本当にいろいろ広げていきたいですけれども、はい、またやれたらいいですね。そうですね。はい、ね、ツイッターのあのハッシュタグのコメントとかも、はい、あの読ませていただいてましたので、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。いっぱいいろいろ、絶対やりに行ってるって言われて。次回はトレンド入りを目指したいですね。はい。はい。目指せ。ね、はい、そんなわけでね、今日はね終わりたいなと思います。じゃあ最後締めてください、雛形さん。はい。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。素の導きをそうめん。